まあ、日高先生に、教わった、まあ、こととしてですね、真面目に、まあ、生きることということ、それから真面目に考えることですね、それから案ずるよりは有無がよし、から好きこそものの上手なり、つまり やってですね、好きだからこそやると、これが何に役立つだろうかなんていうふうに考えないで、好きだからこそやると。で、それはをですね、社会に還元するっていうかね、社会にこんな面白いことがあるよっていうことを知らしめる、そのためには社会とですね、非常にコミットする必要があると、まさに日高先生の生き方そのものなんですけども、日高さんのね、有名な話で松の木派閥という派閥の研究がありますが、これはね、僕もあの手伝いでね、一緒にあの軽井沢でね、僕が見つけた松の木派閥いるところに連れてって撮ったりしたこともあるんですけども、木曽のね、御嶽山かなんかに、撮りに来ててですね、日高先生撮ってくんですけど、全然うまくいかないんですよ、飼育が。で、そこでですね、彼はパッとひらめいたんですね。山の上ってさ、昼間すごい暑くて夜すごい寒いじゃないって。で、これだってひらめいて、そういう条件をさっき言った簡易的な、温度を調節する装置ですね、自作の、ね、そこでですね、やってみるわけで、そしたらね、思った通りになったわけです。で、やっぱり思ったらやってみてということですね。で、まあ学者だとね、なかなかね、そんなあのちょっと思いついたんだよなんて言えませんよね。じゃなくて、いろいろやってみたけどうまくいかなくて、もしかしたら、山の上というのは気温が高いも低いもあるし、一日のそういう気温の変化っていうのも重要じゃんじゃないかとか、まあ理屈をつけるわけですが、単にひらめいたからって彼は言うんですね。これは素晴らしいですね。僕もですね、実は自分の写真スタイルの広角レンズにストロボを使って撮るという写真があるんですけども、これね、思いついたんですよ。で、ある時ですね、マクロレンズつけて、ある谷にいたわけです。目の前でね、メスアカミドリシイミがくるくる回ってて、これはすごいいいチャンスなの。何せね、見てるだけでね、5分以上回ってるんです。で、その間に考えた、これ絶対撮れないと、暗いんです、もうあの曇ってて、で、しかも蝶々飛んでるとかもっと暗い、それでですね、今のようにデジカメだったら、まあもっとね、ISO感度上げてなんてあるんですけど、昔はフィルムですから。で、なんと車を止めたってとこまで100メーターぐらいあったんですけど、そこまで走ってって広角レンズとフラッシュを持ってきて、そこで撮ってみたんです。そのカメラは60分の1でしかフラッシュ同調しないんですが、なんと見事に映りました。で、これはだいぶ褒められたんですね。柴谷敦弘さんなんかにベタ褒めされたんですけども、これはね、その時思いついた、ひらめいたんです。で、後から、理論的に、論理的に説明することができるんですけども、その時ひらめいてやってみようって、まあ、やってみた、その結果うまくいった、それで僕の写真のね、方向が決まったと。まあ、今はあんまりそういう写真撮ってないですけども、そういうね、一枚を、ちょっとね、紹介しておきましょうね。もう一つですね、これ日高先生の話じゃないんですけど、昔ですね、ある人からメールが来てですね、なんか広場行くとね、いつもキアヤが飛んできて自分のところに泊まるんだそうです。で、それを何日もそういうことがあった。それでこの蝶は僕に懐いた、それを先生に言ったらしいんですね。まあ多分科学系の学校なんでしょうね。そしたらその先生が、そんなバカなと、蝶が人に懐くはずはないと、もうパッとダメって言われたわけですね。そういうことを考えること自体が間違っている。で、僕はそれをちょっと使ってですね、たまたま当時、確か岩波の科学だと思ったんですけど、なんか、40周年だか忘れましたが、まあそういうんで、何十周年だか忘れましたが、いろんな人にですね、科学とは何かっていう文章を書かせてくれたんです。それで僕はそこで書いたのは、科学とは決めつけないことと。つまり、懐いたんじゃないかもしれないけど、理由があるわけですね。その蝶々がね、そこの人に泊まるには。まあ、キアゲアだから、まあ、想像でいけばですね、多分、テリゾリを張るために、その中で一番目立つ、ちょっと見晴らしが高いところに泊まると。
多分そうだと思いますが、それはまあ、そうやって、多分そうだっつってもダメなわけで、もし、ね、証明するんだったら、そこに同じぐらいの大きさの人形みたいなものか、箱でもいいですから持ってって、そこに止まるかどうか、そういうことを確かめるってことが重要ですね。で、まあ、先生もですね、そんなはずがないということは、やっぱり言っちゃいけないと思うんですね。で、例えば僕の写真で、写真撮ってるところを見た人がですね、なんでそんなに近づけるのと、まあ言うわけですね。いや、僕は蝶々鳴らして、蝶々が慣れちゃったのって、まあ冗談で言うわけですが、それは蝶々に怖がらせないように近づけば、近づけるわけです。で、つまり相手はですね、蝶というのも恐怖心というか怖いとかありますから、とか急に動くものに対して反応したりしますから、じわじわと、ある一定の距離からはじわじわと近づく。で、座ってそこにしゃがみ込んでると、もう蝶々もね、気にしなくなるんですね。そこに石がありやぐらいで。そうなると、蝶に触ってもですね、大丈夫になる。そんなふうにして、僕の写真、その広角摂写の写真っていうのは、昔は撮ってました。